アイアンメイデンは、イングランド出身のヘビメタルバンド、レッド・ツェッペリンやブラック・サバスらと並ぶ、最も著名な HM バンドの一つである。バンド名は、中世ヨーロッパの拷問器具、鉄の処女に由来する。1975年にロンドンで結成され、1980年代初頭にイギリスで発生したヘビメタルの潮流、ノイズブーム、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルの代表格だった。また、1980年代のヘビメタルブームの一翼を担った。何回ものメンバーチェンジを経ながら1990年代末からラインナップが安定し、21世紀に入っても、なお精力的に活動している。売り上げは1億枚を超える。その後、ヘビメタル停滞という時代の流れなどにより、バンドの活動はスケールダウンしたため、ソロ活動に行き詰まっていたブルース・ディッキンソン、エイドリアン・スミスにオファーをし1999年に再加入。それに従ってブレイズが脱退する形となった、マネジメントはサンクチュアリで残った。これにより、バンドは、トリプルギターの全6人編成になる。21世紀も精力的に活動中である。メンバーチェンジの多いバンドとしても知られるが、ブルースとエイドリアンの復帰以降は10年以上同じメンバーで安定している。現在のメンバー構成での活動期間がトータルでも連続でもアイアンメイデン史上最も長い。初期にはハードロックに強く影響されながらも、ティアノの歌唱法のようにパンクロックの荒々しさを取り入れたサウンドを信条としており、ただし、スティーブ・ハリスはパンクを嫌っており、影響を明確に否定しているノイズブームの黎明期から、真の牽引力として、同時期の代表格バンドとなった。サードアルバム、魔力の刻印、ザ・ナンバー・オブ・ザ・ビーストでは、前任者より、はるかに広い聖域を持つボーカリストのブルース・ディッキンソンが加入し、メロディアスかつ整合性を重視する傾向が強まった。以降はパンクの要素が減少し、流麗なギターワークを主軸とした音楽性が固定化した。2000年代からはデイブ・エイドリアンやニックら看板ギタリスト3人が揃い踏みとなった編成でよりヘビなサウンドとなっている。プレイにおける特徴としては、まずベースがアンサンブルを牽引する、ないしベースが中核として構築される。得意なスタイルが挙げられる。強力な2フィンガー奏法によるペンタトニックスケールを基本としたフレーズや3連符を主体とするソロによって組み立てられたスティーブのプレイは後述するギターの構成の補強のみならず、スティーブ自身の存在感を強くアピールしている。ギターにおいては音数多く刻まれる硬質なリフや叙情的で勇壮なツインリードのコンビネーションなどがすべての時代を通じての特徴であり、時に過剰なほどにインタープレイが盛り込まれもする、必然的にリフを担当するプレイヤーが不在となるため、損なわれる低音の音圧をスティーブが補うことで可能となる。ヘビメタルの性質上総じて、アップテンポな楽曲が多い反面、リーダーでメインソングライターのスティーブが、イエスやジェネシスやジェス・ロタルといった、プログレッシブロックのファンであることを公言しており、影響も受けていることから、複雑な展開と動静の変化を盛り込んだ長尺の楽曲も多い。そうした独特の音楽性ゆえ、ラッシュやカンサスらプログレッシブハードロックと別個に、後輩のメタリカなどと同様にプログレッシブメタルの源流の一つとされることもある。逆に、第7の予言、セブンズ・サン・オブ、A7's Son以降のアルバムにおいては、歌詞の面で同じフレーズを多用するようになり、歌詞の長さが短くなる傾向にある。エディ・ザ・ヘッド、通称、エディはデビュー時からのバンドのキャラクターであり、アルバムやシングル版のジャケットに、デビュー時から常に登場する。またライブのステージ上に、巨大なエディが出現することもある。ゾンビであり、死霊復活のジャケットに描かれた、墓碑銘には、エドワード TH とある。過去には凍結されたり、復活したり、ピラミッドになっていたり、宇宙へ向かったりしたこともある。作者は、イギリス人アーティスト、デレク・リックス。エディは、2008年にワールドツアー用に、チャーターされた、アストライオス航空のボーイング757の、垂直尾翼にペイントされた。その B757 を同社の操縦士でもあるリッキンソンが自ら操縦していい。同機はエアフォースワンにかけてエドフォースワンと呼ばれた。機材が重くなったので2016年にはボーイング747ジャンボジェットの改造機に交代している。アンリニャクラド、ここに記したほか、ライブ版やコンピレーション、ボックスセットが存在する。アメリカでのアルバム販売枚数の10位までを記す。アメリカサウンドスキャン社集計による。イギリスでの年間ヒットチャートの第1位を記す。イギリスザオフィシャル UK チャーツカンパニー調べによる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。